敵。 我らの隊、小司教を狙ってくるはず。我らは先にそちらの危機を除きます。他の者は北と西を攻めてくれ。敵の目を小司教の別動隊からそらすのだ。敵はこちらの隙を狙い伏せているはず。おそらくはあの拠点あたりだろうな。 頼むから足を引っ張るなよ。あんたの考えなしにはいつも出なくせんだ。うちうるせえな。そういうことをネタ打ったりするんじゃねえぞ。我らの動き読まれていたか。俺の目標は決まった。進め。 態度は立てなかった。だがこれで終わりではない。これで少子教は守れておけ。しかし少量を取り逃したのは厄介だ。ああいい、我らの目的は合皮城に制圧。少量はひとまず置いておくか。 孫作殿は今大しく戦っておられる。ならば俺はこの戦に神明を落とす。孫作殿の道を継ぐ若き虎の総賀となろう。私たちで容赦を抑え、行くぞ。抵抗する者には容赦するな。 回路より城を目指す。城下陸ザ・マイルク。このままでは大使しか危ない。心配は無用、すでに手は打ってあります。我らはこのまま進軍を続けましょう。 あの崖、奇襲には絶好の場所だな。これが敵なら、あの上に奇襲部隊を配する。ロシキと周囲には全て見えているのだ。敵の策、地球、この戦の何もかもが。お目に預かり光栄です、殿。しかしこれは軍師として当然だ。 殿が描く天下のため、力を尽くすのが我らの役目です。お前たちがいれば心強い。この戦に勝利し、三度の天下を切り開くぞ。嫌な予感はしてたけどいきかよ。ああ、銃が台無しだ。よし、集隊。 その調子で進むのだ。お見事、見せつけてくれますな。その調子で頑張んな。ここは一旦引いとくぜ。まだやんなきゃならねえことがあるしな。 ここまでだ。もうあんたらに勝ちではない。
で頑張んな。みんな動き出すようだね。私らも一緒に動くよ。うん、良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。 実力を見せてやろう。援軍とは願ってもない。
から巻き返しましょうぞ。向こう文言がお相手しよう。父上、兄上、よかった回復なされたのですね。まあ、まあ、話は後だ。神は俺たちに任せて、お前は先に進め。お見事、見せつけてくれますな。戦場で遅れを取るとは、私は何に敗れたのだ。教えてやろう、長領。我らには託されたものがある。父に、兄に先達に導かれ、それを超えるべくかけているからだ。孫悟三代の治癒、貴公のもとに結実したということか。ならば我が部はそれをも超えてみせる。今は貴公らの治癒を称えよう。やろう、逃がすかよ。いい。この戦は終わった。焦らずとも、ヤスとはすぐに戦うこととなろう。お見事な勝利でした、殿。うん、十由、お前たちの導きあっての勝利だ。それに兄上と父上も戻ってきてくれた。今日ほど伸びやかに戦えたことがあったろうか。周囲、兄上は一緒ではなかったの。孫策も直に合流するでしょう。それよりも殿、この勝利、孫権殿でも孫策でもない、殿の手によるもの。皆、殿のお言葉を待っているのです。みんな、よく戦った。勝ち時を上げよう。この戦、我ら孫悟の勝利だ。